バジラを手にしたインドラ神の彫像。ブリトラとインドラは敵対関係にあるブリトラはリグベーダなどで伝えられる巨大な蛇の怪物。その名は障害、遮蔽物、囲うものを意味し、天地を覆い隠すものとも呼ばれる。マハーバーラタにおいては別名にアスラなどがある。その姿は蛇のほか、雲や雲だとも描写される。水を閉じ込めて干ばつを起こすとされている。 インドラ神とは敵対関係にあり、インドラに殺されることとなる。リグベーダにおいては、ブリトラは、足なくて泣き、肩泣き、蛇族の諸聖児とされている。ブリトラは、その巨大な体で水をせき止めて、山の洞窟に閉じ込めていた。インドラは、交渉、飛ばし鳥が作った武器、混合書を用いて、ブリトラを殺害した。ブリトラが、インドラに倒されると、 水が解放されて、目牛の方向のような音を立てながら、海へと流れていったという。この功績により、インドラはブリトラ藩の異名を得た。その一方で、リグベーダの伝えるところでは、インドラは、勝利したにもかかわらず強い恐れに囚われたという。リグベーダでは、ブリトラに対するインドラの勝利によって、神が天や太陽を作り出したとされている。また、同じく、 リグベーダの他の箇所では、インドラは誕生するとすぐに天空を定め、水を闇に遊兵していたブリトラの体をバジュラを持って咲いたとされている。神々が聖戦ラディチャの骨をもらい受ける場面と、ブリトラがインドラのバジュラによって倒される場面上示し、マハーバーラタでは、ブリトラは飛ばし鳥によって作り出され、ここでもインドラに殺されている。 ブリトラとインドラは戦闘の後、ビシュヌ人の仲介により和平条約を結んだ。この時ブリトラは、木、岩、武器、乾いたもの、湿ったもの、バジラのいずれによっても傷つかず、インドラは昼も夜も自分を殺すことができないという条件を勝ち取った。その後ブリトラが昼でも夜でもない明け方、または黄昏時に海岸にいたところ、インドラが木、岩、乾いたもの、 湿ったもののいずれでもない海の泡を用いて攻撃してきた。泡にはビシュヌが入り込んでおり、この泡によってブリトラは殺された。この物語における明け方に泡で殺害するというモチーフはタイティリーやブラーフマナやシャタパタブラーフマナにおいてインドラがアスラのナムチを同様の状況で殺害する物語が元になっていると考えられている。 マハーバーラタでは他に、ブリトラとインドラとの戦闘が長引く中、ブリトラがその口を大きく開けた時、インドラが口の中をバジラで差し貫いて殺害した、ともされている。別の箇所では、ブリトラアスラが率いる悪魔たちの猛攻撃によって、インドラ側が劣勢となる。神々は、ビシュンヌの助言に従い、聖戦、ダディーチャから体内の骨をもらい受ける。 インドラはこの骨とバジュラを持ってブリトラを殺すことができた。プラーナ文献ではブリトラの出生について異なる二つの経緯が語られている。パドマ・プラーナによれば二人の子供をそれぞれビシュヌとインドラに殺されたカシュヤパがインドラに対抗できる生き物を授かるために儀式を行い、その結果炎の中から誕生したのがブリトラであるという。その外観は 黄色い目と黒い肌をした巨人であった。また、デイビー・バーガーバタによれば、飛ばし鳥には三つの頭を持つ、息子鳥シラスがいたがインドラに殺されたことから、インドラに復讐をするために祭祀を行って、呪文を唱え、炎からブリトラを生み出したという。その外観は、男の鬼神であった。パドマプラーナの語るところでは、インドラはブリトラを恐れ、 自分の地位の半分を譲るという条件を提示して彼と交わした。しかしインドラはブリトラにビジョラムバーを差し向けて誘惑し、バラモンでもあったブリトラがスラーシュを飲むように仕向けた。飲酒後に意識を失ったブリトラをインドラは殺した。彼はブリトラ藩の別名を得ると同時にバラモンを殺した罪を負うこととなった。ブリトラとインドラの戦いは 古い時代の新年祭りにおいて世界の再生を象徴する儀礼を構成していたとも考えられている。また自然現象を深刻化したものとも考えられている。つまり乾燥した夏の象徴がブリトラであり、それを倒すインドラは雷と雨季の象徴である。ブリトラは山に水を閉じ込めて干ばつを引き起こす。山とは雲のことであり、 ブリトラを破って水を解放するインドラアライを象徴していると解釈されている。他、ブリトラとは冬の巨人であって太陽神であるインドラが冬の力に打ち勝つとも解釈されている。水を凍らせて捉えている冬の寒気を太陽が打ち破る、すなわちヒマラヤ山脈の積雪が太陽光で溶かされることで、陶器官は枯れていた河川に水が溢れるのだという。 ありがとうございます。